はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゴージコラボの服部と申します。今回もですね、レムナント出版の、久保有正さんに、いろいろとお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。前回はですね、先生の方が、ゲマトリアと聖書の研究をされているということで、そこに聖書にですね、この隠されているというか、言い方がいいのかどうかわからないんですけど、そこにやっぱりこう数字があって、もう神業としか言えないような、その数字 のいろんな意味があるということを聞いて、びっくりしたんですけど、その聖書というのは、もともとそのユダヤの地から生まれたものですね。そうですね。はい。で、最近出された本が知られざるユダヤ開運術っていう、はい、最近こういうの出しました。はい。なんで、はい、こちらの本ですね、どんな中身になってるかっていうか、ちょっと人生に成功する聖書の見方って書いてますね、はい。で、これね、普通はですね、はい、本書いてから題名を、出版社がつけるんですけど、はい、これはね、出版社がもうこの題で書いてくれと、題名が最初に決まってそれから書いていった本なんですけども、珍しいんですけどね、はい、実はですね、昔ですね、出エジプトっていうのがイスラエル民族にありまして、はい、エジプトで奴隷に400年間なってたんですけども、はいはい、その時にモーセという人が立てられて、はい、そしてエジプトを出て、はい、で自由の民になるんですけども、はい、でその時にモーセがね、神様はあなた方に富を築き上げる力を与えると言ってる箇所があるんです、はい、聖書の中にね、はい、新明記っていうところですけども、はい、でね、ユダヤ人っていうのはですね、本当に富と成功を得たってことでは、はい、特別かなと思うぐらいの人たちですよね。大体世界で 0.2% ぐらいしか人口いないんですよ、はい、世界人口の、はい、だから 1% いないわけ、はい、ところが「フォーブス」っていう雑誌がありますけどね、はい、世界の大富豪が勉強してるところですけども、はいはいはい、あんなのを見ましても世界の大富豪の上位 35%、はい、上位のうちの 35% はユダヤ人ですよ、はいはい、それからノーベル賞受賞者の 35% ユダヤ人。そうですよね。だからね、もう圧倒的な存在感があるわけですよ。そうですよね。でその富と成功はどっから来たの、はい、って言ったら、やっぱりモーセが昔語った、はい、富を築き上げる力を神はあなた方に与える、はい、この自分たちのルーツに、はい、目覚めたわけですよ、はい、目覚めてまたそれを意識して歩んでいったところにそれが築き上げられる、はいはい、でもユダヤ人ってね、決して環境がいいわけではなかった。そうですよね。迫害を受けて、はそうですよね。でもうヨーロッパなんかではのけものにされ、はい、で普通の職業につけないような状態であった、はいはい、普通の職業にユダヤ人ついちゃいけませんよって言われちゃった状態で、はいはい、それを築いていったわけですよ、はい、だからそういうその秘訣はどこにあるんでしょうか、はい、っていうことをね、はい、主題で書いたんですけども、はい、ところがね、この富を築き上げる力っていうのはですね、ユダヤ人だけ与えられたのかって言ったら、はい、そうではないんですよ、はい、聖書を見ますと、はい、実は出エジプトの時にね、はい、イスラエル人がこう出てきましたけど、はい、あの時イスラエル人だけが出てったんじゃなくて、はい、周りに実はエジプトではいろんな民族の人たちが奴隷となったんです、はいはい、イスラエル人たちも奴隷だったけど、そこから出ていくときに、はい、もう出てくんだったらね、俺たちも連れてってよって、ね、はいはい、頼んできた他の民族の人たちもいて、はいはい、でその人たちはね、たくさんかなりいたようで、はい、そしてユダヤ人たちもそうやって、いいよ一緒に行こうって言ってね出てった、はい、聖書には多くの外国人たちも入り混じって一緒に出てったって書いてはっきり書いてあるんですよ、はい、でそれはね在留異国人と呼ばれる人たちで、はいはい、でその人たちはですね、モーセが語ってるんですけども、あなた方も、はい、それから生まれながらのイスラエル人も、はい、在留国人も生まれながらのイスラエル人も、はい、主の前には平等であるって言ってるんです、はいはい、同じであるって言ってるんです、うん、はっきりとね人種平等だって言ってるんです、うん、
そしてまた在留異国人外国人も、はい、神様の律法と教えをちゃんと守るならば、はい、同じ恵み、同じ開運、うん、はい、同じ祝福が与えられますよ、はい、言ってるんですよ、うん、でもしまた神の前に罪を犯したならば、はい、同じ罰が与えられます、はいはい、イスラエル人が重くて、イスラエル人が軽くて在留異国人が重いってことはありません、同じ罰ですよ、はいはい、で恵みも同じですよ、はい、だから平等だっつってんです、はい、はっきりと、はい、だからあのユダヤの神を信ずる者に対しては同じ恵み、祝福、はいはい、開運が与えられるっていうことがね、はっきり言われてるんで、はい、これはだからたとえ日本に住んでいても、はい、あの日本人であっても、はい、その聖書の神を信ずるならば、はい、その同じものが与えられる。なるほど、そういった中身のことが、そういうことを書いてあるんですよね、はい、分かりました。なんかあの私もちょっと本を読まさせていただいたんですけど、まあ、そこからさらに発展していって、そう、実は日本人があまり知っていないことの、まあ、衝撃的と言ったらいいかどうかわからないんですけども、はい、まあ、そういったあの隠された事実みたいなことも書かれてあって、まあ、あのとっても興味深いんで、ちょっとだけ、まあ、本の話をしてしまうとあれがわからないんで、はいはい、ちょっとだけまた次回もですね、そうですね、ちょっと私がこのことについてお聞きしてみたいと思いますんで、皆さんもぜひですね、はい、次またびっくりするようなことが出てくると思うんで、期待していてください。今回どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。